こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はリンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーターの小林文明さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今夜はですね、匿名希望さん、リスナーの方から質問をいただいていますよね。はい、お二つ、はいはい、せっかくなんでご説明をさせて、質問に答えたいと思います。そうですね、お願いします、はい、テーマ2ついただきまして、はい、1つは今の国会の空転、もう1つは領土問題等々のですね、歴史認識の差がなぜ生まれて、これをどう対応していくといいのかというお話をいただきました、はい、まず1個目の国会の空転なんですけれども、ね、テレビでも話題になってまして、野党の方が国会で審議拒否をすると、でゴールデンウィーク挟んで18連休も取ったんじゃないか、うん、そしてなんか政治家が親から言われて国会にそろそろ出なさいと言われたみたいな話があって、少し話題になったんですが、給料カットねって言われてもしょうがないかなと思います。でこれはですね、どういうことで起こってるのかということは、はい、これはですね、確かに野党への批判もあるし、そういうきっかけを作っている与党への批判もあると思っていますが、これはですね、やっぱり構造的になぜこれが起こるのかっていうことと、そしたら何をすればこれが起こらないのかっていうことですね。多分変えないと一生ずっと続いちゃいますから、はい、そこのところをちょっと知っていただきたいと思います、うん、まずこの国会を休む、審議拒否をするっていうことの野党のメリット、戦略はなぜ来ているかというと、日本の国会のルール上ですね、その通常国会で出した法律がそこで最後、通常国会の終わりまで採決をされなかったら、はい、一回廃案になっちゃって、うん、また次の国会で最初から手続きしないとこの法律は可決できないんですね、はい、なもんですから、なるべく引っ張って引っ張って引っ張った方が、野党にとって有利、政府に対してダメージを与えられるということになっているんです。で本来だったら中身で勝負してですね、うん、中身を修正するとか、はい、本当に廃案にするとか、修正してよりいいものにする、これは建設的な議論だと思いますし、我々が求められているもんだと思うんですね、はい、でも、まあ、かなりですね、事前に与党内で事前審査って言われてるんですが、法案についても何十時間もやってるもんですから、かなり詰まってるんですね、はい、だから、まあ、なかなか変えるところもないし、変えようがないところもある。で一方で多数決もあるので、じゃあだったら対抗するならもう日程闘争、時間を引き延ばして廃案にするしかないとやってるのが今の野党のこの国会の空転の戦略なんですね。ですから、これ日程闘争をやって廃案にならないルールにするっていうのが一つ、はい、でもう一つはイギリスなんかはこういうルールなんですが、法案を提出した時にですね、政府からこれは30時間で、この法案はかなり重いものだから50時間で議論してくださいって言って、時間の上限を決めちゃう、そういうルールにすればですね、もう時間さえ決まってればもう先延ばしたって勝手に採決されちゃうもんですから、はい、だったら中身で議論しよう、こういうふうに変えた方が私はいいんじゃないかと思っています、はい、でちなみにこれはですね、昔から国会でも言われてたことなんですが、ずっと変わらなかったのは、なんとなく与党側が提案する国会改革というのは与党に有利で、はい、なんだか野党に不利な感じだったんですね、なので私たちから今回提案しようと思っているのはですね、野党にももっとチャンスをと、というのは総理と例えば1対1で党首同士でやる時間を週に1回作るとか、あとはその総理だけじゃなくて大臣と野党の大臣級、例えば野党の副大臣級と与党の副大臣とかですね、ここがもう政治家同士で真剣勝負、1時間1本勝負やります、ね、これがもし実現できたらですね、はい、まあ日本国内の居酒屋さんの夜の中継でもうガンガン1対1でやってると、この緊張感があればですね、それはそれで政治も盛り上がるでしょうし、まあ、本質的な議論がなされる。そこでもちろん政府がきちっと説明しきれば、お素晴らしいとなるし、それを論破することができれば、その野党もいい考えじゃないかとかですね、野党のこの人いいじゃないかというふうに、まあ、野党支持にもつながるわけですから、どちらにもフェアなチャンスがある。だから今の働き方改革と一緒ですね、時間で仕事の成果を測るんじゃなくて、中身の濃さで測るような国会改革をすることで、初めてこの国会の空転はなくなると思ってますんで、こういう改革をですね、私たちも、まあ、5月中にしっかり出して、はい、世の中を盛り上げていって、本当に価値のある国を動かす仕組みに変えたいと思っています。はい、与野党の有利ではなくて、国民有利に。そういうことなんですよ。変えてください、ね。そうなんです。だからどっちにとっていいかじゃないんですね。はい、皆さんにとって当たり前の姿がいいですよねっていう提案にしたいなと。はい。じゃあこれちょっと期待しておきますね。頑張りますので、ぜひ皆さんもちょっと盛り上げていただきたいと思います。
でもう一つはですね、この領土問題との歴史認識の差がなぜ生まれるんだろうか、どうするんだろうかということで、この方はですね、背景としてロシアに旅行に行かれた時に地元のガイドさんにですね、あの北方領土っていうのは日本が最後くれたんだろと、こういうふうに言われたと、っていうふうに思いまして、なんでこういうことになるのかねという話で、はい、まあ、これはですね、やっぱり各国自分たちにとって有利な歴史認識っていうのをやっぱり作って、最後教育をしていくっていうのは、これはもう世の常です。はい、これは過去もいろんなことがあったと思うんですね。なので重要な一番はやっぱりこういう歴史認識の差が生まれた瞬間にちゃんとその国が否定をするってことですね。事実を提示して、でそれで違いますよって言って世界中から、はい、あ、それは違うんじゃないのとなれば、それを当たり前に教育するってことはできなくなる。ただ問題は昔からもう歴史認識の差が作られてしまって、その時否定をしなくて、でそれがもう教育として何十年行われている場合、これはもう本当に難しいんですね。でこれについてはどう対応していくかというと、やっぱり事実をしっかり世界の場に、国際議論の場に出していくということと、もう一つはすでに認識している人たちにですね、やっぱりこういう見方もあるんだよということをですね、考える機会を作るという意味では交流をなるべくやっていく。それによって頭の端っこに、そうかと、僕が言った日本ではロシアから見た感覚とは違う見方があるんだっていうことを、やっぱり端っこに思ってもらうっていうことがすごく大事だと思ってますので、はい、まずはちゃんとした情報発信、そして起こった時にすぐ対処する、そしてその後はやっぱり交流を深めていく、もうこの3つだろうと思ってまして、これをしっかりやることで、あの交渉を前に進めるということが大変重要だと思ってますので、あとは領土問題についてはですね、時々の流れが来ます。はい、今回の、まあ、拉致の話はですね、はい、アメリカとの話来てますが、やっぱりこういう時にきちっとやりきる、はい、そういうことをあの逃さないように我々政治もあの頑張るということになってますので、はい、ご心配ないように頑張っていきたいと思います。はい、匿名希望さん、ありがとうございました。さあ、あなたからの質問もお待ちしています。あなたの出番ですは、パソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜の主役は一般社団法人福山トライアスロン協会コース部会長でいらっしゃいます三島俊博さんです。三島さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、もう1ヶ月切っちゃいましたね。そうですね、もう、はい、いろいろ楽しみなことばかりですね。はい、あとはもう当日を待つっていうような段階に入りつつある状況でございます。そうですか。はい、はい、6月10日日曜日開催の瀬戸内福山友の浦トライアスロン、これ今年が2年目。そうですね、第2回となります。そうですよね。はい、ちょっと大会への思いなど聞かせていただけますか。そうですね、思いということであればですね、大きく分けると3つぐらい挙げさせていただきたいんですけども、我々が感じる福山という町はですね、まあ、福山城、友の浦、明治の五重の塔などなどですね、地域資源がたくさんあると魅力的な町であるっていうことが常日頃感じ取るところなんですが、なかなか全国の方には知っていただけてないという現状を踏まえて、もっと積極的に市民レベルで PR をしていきたいということが一つ。そして2020年の東京オリンピックに合わせて広島県の方がメキシコ選手団の事前合宿を受け入れるということになりまして、トライアスロンも合宿で来るんですけども、なかなか馴染みがない競技でございますので、少しずつあのトライアスロンというのを福山の市民の皆様に、興味を持っていただきたいということが一つ。そして、シドニーオリンピック以降ですね、トライアスロンの競技人口というのが36万人を超えてきておりまして、まだまだマラソンとかにはかなわないんですけども、町おこしとか地域活性化につながるツールとして使えるのではないかということで、第2回ともトライアスロンを開催させていただくということが、まあ、開催の趣旨となります。なるほど、はい、小林さんは福山マラソンに出場されましたので、トライアスロンは？やってみたいなと思うんですけど、ちょっと今回はですね、スポンサーの対応があってちょっと頑張ってそっちをやらなきゃいけないなということで参加はできないんですけれども、
でも本当に日本中参加者増えてますよね。そうですね、全国、まあ、去年はまあどちらかというと中国地方からの参加者の方が多かったんですが、今回はいろんなところのネットワークを使いまして、関東圏、関西圏の方からの選手の登録がかなり増えているという状況であります。これやっぱりトライアスロンのこう魅力があるからなんだと思うんですが、はい、実際このトライアスロンの魅力って何なんでしょう。ですね、もうたくさんありすぎて時間内で喋れないかもしれないんですけども、福山のトライアスロン の, あの特徴の一つとして、ワンウェイコースであるということが挙げられます。福山のトライアスロンというのは潜水島からスタートしてグリーンラインを通っていただいて、で洗い谷のところから芦田川の河川敷を走っていただくんですけども、スタートとゴールが違うというところがなかなかない大会の一つというふうに言われております。でその一つがですね、やっぱり選手目線で見ていただくと景色がすごく変わっていくんですね、ワンウェイということで。で今回の大会で、まあ、選手を泣かせなところがあるとすれば、高低差がすごくあるというところで、本当の実力勝負に試せる大会になっておるというのが魅力になっていると思います。もうバイク、自転車で の, 最初の上りはすごいですよね。凄まじい上りですよね。車でもちょっとしんどいぐらいなところ、実はアスリートの選手たちの練習風景とか見たことあるんですけども、すごい勢いで上っていかれるんですね。やっぱり鍛えられてるっていうのはすごいことだなっていうふうに思います。でも本当に福山の魅力っていろいろあると思ってまして、やっぱりこのものづくり産業がたくさんあるとか、はい、まあ、友の浦、そして先ほどご紹介いただいたように五重塔、ここがあり妙院ということで、まあ、歴史遺産っていうのもあるんですけど、少し忘れがちなのはこの自然ですよね。そうですね、これを存分に楽しんでもらえるっていう意味ではすごいいい魅力発信だなと思うんですよ。特にグリーンラインからのバイクコースからですね、瀬戸内の海が見えたりだとか、まあ、市内の景色もすごくいい場所が何箇所もありますので、そういったところが去年参加されて今年も参加される方が結構リピートで参加される方が多いんですけども、その意見はすごくありました。やっぱりそうですか。なんか去年 の, 終わった後アンケート取ったら満足度がすごい高かった。そうですね、もうなかなかこういう経験ができない大会だったというお声がたくさん届いておりました。でもこのやっぱりトライアスロンってすごい、私最初誤解してたのがものすごい距離長いんじゃないか。そうですね、なんとなく私気づいたのは、あ、これアイアンマンレースと勘違いしてたんだなっていうことに数年前気づいたんですけど、だいたいそれぞれ何キロずつなんですか。今小林さん言われたように、まあ私もそうだったんですけど、1日がかりとか何日もかけて走るんではないかっていう誤解があるんですが、この福山で行われるトライアスロンは潜水島から友の原港へ約 1.5 キロ、これがスイムです、はい、でグリーンスカイライン、グリーンラインをバイクで走っていただくコースが約40キロ、で河川敷を走るランのコースが10キロというふうに設定されております。トライアスロンの中の大会では中距離の大会というふうに位置づけされております。だからそれぞれ見ると、あ、そこまでなんかこう超人的じゃないなと。いや、それはですね、まあ辛いですけどね、かなり辛いと思いますよ。辛いですけどね、はい、でもなんか思ってたよりは結構いけるんじゃないかなとこう思える数字だなと思ったのと、はい、もう一つ私いいなと思ったのはリレーで参加できるんですよね。そうなんですよ、少しでも先ほど申した通り、少しでも福山の皆様にトライアスロンを知っていただきたいということで、スイムはできるんだけど自転車乗ったことないよなとか、そういうお声がたくさんありましたので、リレー形式を採用させていただきまして、3つに分けて参加することも可能となっております。いや、これがなかなか面白いなと思って。ありがとうございます。しかもなんか今年はマッチングもやりますみたいなことが候補されてましたけど、ね、はい、実際にそういう参加者もいらっしゃるんですか。たくさん今応募の方は来ておりますね、うん、約30、40組弱ぐらいまでは伸びてきていると思います、うん、でマッチングっていうのはこう自分たちで3人こう集めるんじゃなくて、私ランだけやりたいんだけど誰かスイムだけやる人と一緒に合わせてほしいみたいな。そうですね、事務局がマッチングしてくれるってですね、これ面白いなと思いました。結構選手の中でも私結構走るの早いからバイク得意な人と合わせてくださいとかっていう要望とかもあるんですけども、まあ、そういうことも踏まえてですね、マッチングするっていうのもまた新しい試みの一つかなというふうに思っております。そうですね、はい、なんかいい出会いになるといいなと思いますけどありがとうございます。ちなみにこれトータル何人でやられるんですか、規模としては。今回は昨年度の約
倍近い人数の登録来ておりまして、今300名弱の登録ということと、まあ、リレーの方40組近く登録をがあるという状況です。そういうことですね。まだこの放送を聞いて本当は多分締め切り終わってるということなんでしょうけども、なんとかならないかしらっていうのは受け付けられるんですか？もうせっかくこの機会ですので、はい、なんとかいたしますので、少しでも興味がある方は、はい、お問い合わせいただければなんとか登録できるようにさせていただきますので、ありがとうよろしくお願いいたします。いいですね。ちなみにどちらに連絡したらいいんですか？トライアスロン協会の方の電話番号を申していいんですか？はい、0849992-0233となっております。084-999-0233ですね、はい、じゃあこちらに電話してまずは相談してみてと。ぜひよろしくお願いいたします。三島部会長言ってたからと。あ、そうですね、そういうはい。で、これは参加型なんですけれども、選手じゃなくても参加できますよね。応援という。そうですね。実は私は昨年度は全くトライアスロン関わってなかったんですけど、どんなもんなんだろうと思ってボランティアで参加させていただきました。で、目の前で泳ぐ姿とかバイクのスピード感っていうのに、まあ、ハマりまして、ハマってはないんですけど、まあ、この体験を見ていただけないのが残念なんですが、まあ、ハマりまして、じゃあ運営側で、ね、関われたらなということで、本年度はコース部会という部会でいろいろお世話の方をさせていただいております。というわけでボランティアも大募集中と。そうですね、約今500名近いボランティアの方が、はい、集まって来ていただいている状況です。じゃあこれボランティアでもちょっと参加してみたいわっていう方は先ほどの連絡先で。そうですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではいつも声援してるよっていうね、去年も声援したよって言われる方に何かここだけは留意してくださいねっていうのがあります？ ありがとうございます。6月10日、看板の方をですね、交通規制の看板の方を6月15日から昨年はちょっと早めに告知をさせていただこうというふうに思っております。で、朝の7時40分から友の方は10時10分、でグリーンラインスカイラインの方も10時10分で、足田川沿いのところが11時50分交通規制がかかってしまいます。地域の皆様には大変ご迷惑をおかけするとは思うんですけども、福山の情報発信のためにということで、ぜひとも協力していただきたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、これはトライアスロン協会の方のホームページにも書かれていますね。そうですね、はい、そこも見ていただければと思います、はい、福山トライアスロン協会で検索してみてください。さあ、それではここで三島さんのリクエスト曲にお答えしようと思います。プリンセスプリンセスでパパを。さあ、ここからは今夜の主役、一般社団法人福山トライアスロン協会コース部会長の三島敏弘さんとゲストコメンテーター小林文明さんに、参加型イベント、ここがポイントについてディスカッションをしていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、やっぱり一番この参加型イベントで盛り上がってるのは東京マラソンがすごい、やっぱりこう走る人、ボランティアで観客で、何だったらこう寄付までして走りたいという人が出るっていうぐらいこう盛り上がってますけども、この福山トライアスロンもこう参加型のイベントだと思うんですけど、この参加型として楽しめるポイントですか？ありますか？まず、まあ、前夜祭とかもですね、見に来ていただきたいですし、表彰式も今年はいろいろ工夫を凝らしております。見ても楽しいですし、で、まあ、今日私がこちらにお邪魔している理由が、まあ、あるんですけども、去年参加型ということとはちょっと違うかもしれないんですけども、まあ、トライアスロンに関わった人間がですね、本来ここの担当をする人間がですね、ハワイの方へ行って、実際トライアスロンを今走っとる最中だと思われます。なるほど。これは参加型イベントとして見るのも参加の一つだし、応援するのも参加の一つの手段かなというふうに考えております。じゃあ実際にもうハマっちゃったんですね。ハマってる人が続出中ですね、今ね、福山の方では。まあ、でもそういう意味では三島さんも一段階ハマっちゃったわけですね。そうですね、見に行ったら関わりたくなって運営する側になって、はい、じゃあ来年は
という声をね、あのたくさん来たので、膝がですね、体重を支えれるかどうか、リレー方式で、あ、そうです ね、 ね、でもだんだんこうあれですよ ね、 すね、プレッシャーがかかってくるというか、でも言われるとなんか、じゃあ俺もやんなきゃいけないかな、まあ、そういう形もね、あのやっぱり参加していく一つの手段ですね。先ほどの東京マラソンのお話ですけども、あの一番の成功例だと思うんですが、いろいろスタッフとかもですね、いろいろ意見を、この大会こうだったよ、ああだったよっていう意見をいただいて、少しでもそういう大会に近づけるように、あのどんどん改革していこうとは思っていますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、これ前夜祭はあれですか、ボランティアに参加している人だったらこれ参加できるんですか。そうですね、あの見に行くことは可能ですし、まあ、選手が得、はい、まあ大会の前の日ですので、まあ、アルコールをいっぱい飲むわけでもないですし、たくさん食べるわけでもないんですけども、まあ、いろいろなあの規模でのおもてなしをさせていただきますので、見る価値はあるかなとは思っております。これ私去年はあのスターターを潜水地までやって、でその後は車でこう追っかけていったんですけども、これどこで見るのがいいんですかね。一番の見どころですか。見どころ応援ポイントという、個人的にはですね、行きにくい、まあ、交通規制がかかって行きにくいんだと思いますけど、私はやっぱり標高差が高いやバイクのスピード感というのはぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ただあのバイクはかなりスピードが出てますので、やっぱりボランティアの規制の担当しているスタッフ の、 あの指示には従っていただきたいんですが、やっぱバイクのスピード感というのは私はもう想像以上だったというのがあの記憶に残っております。あ、じゃあグリーンラインの下りのあたりなんか見るとすごいと思いますね。あ、そこ見どころですか。はい、じゃあこう荒井谷からもうちょっとと思ったあたりぐらいでこう行くといいんですかね。そうですね、スピードは出とると思いますね。あ、すごそうですね。私もあの結構迫力あるなと思ったのは、スイムから上がってバイクに乗り越えたりとか、はい、バイクからランにこうつながるところですか。あそこはなんていうと中継点と言っていいのかわかんないですけど、はい、あそこも結構迫力ありますね。そうですね、もうあの1分1秒選手はあの競っておりますので、はい、もうすごい形相と、あ、まあ、一生懸命さがすごく伝わってくるっていうのが実感だったんですけども、はい、その辺も見どころの一つになると思いますね。そうですね、はい、しかもあのリレーがこうつながれる瞬間でもあるんで、なんかこういいコミュニケーションがあって、はい、素敵なシーンが見れるなというふうに思いましたので、楽しみだなと思います。で他になんかこうおすすめあります。今年はですね、まあ、あの今いろいろ、まあ、技術的なこともあの検討中なんですけども、ゴール地点とかのところに、まあ、あの大型ビジョンをあの設置させていただきまして、あの選手の状況をあの実況できないかということを今検討しております。できるかできないかちょっとわからないんですけども、やる方向で今一生懸命あのスタッフがあの準備しておる最中でございますので、そういう生の映像っていうのも見ながら楽しめるいう工夫を凝らそうかなというふうにしております。楽しみですね。よろしくお願いいたします。結構迫力ある大型ビジョンですね。そうですね、すごい大型ビジョンというふうに聞いております。はい、あのスポンサーさんも頑張ってくれてますんで、みんなで私も楽しみにちょっとそこで見たいなと。よろしくお願いいたします。ちなみにこれ表彰式も結構いろんな企画あるんですよね。そうですね、いろいろなあのアトラクションとか入れたりとかですね、こちらの方は、まあ、あの JC さんが担当しておりますので、さまざまなあの工夫を凝らしてくれると思っております。うん、見どころいっぱいですね。そうですね。ちなみに当日は三島さんどこに行くんですか。私はもうスタート地点からゴールまでずっとあの選手を追いかけながら、はい、コースの責任者でございますので、あの不備がないか、あの警備がちゃんとできとるかっていうところ、細かいところをチェックする一日となっております。でもこれ結構やっぱり交通規制したりとかルート確保しようと思うと、まあ、行政とのやり取りってもう相当ご苦労あったんじゃないですか。そうですね、まあ、あの私もこういう交渉事は初めてではないんですけども、まあ、範囲がすごい広いということもありまして、こと細かく、まあ、看板設置だけでも300枚ぐらいの設置とかになったりするぐらいの、一枚一枚この文言で大丈夫なのかとか、矢印の向きはこれで大丈夫なのかというところを踏まえるとですね、やはり相当な時間と労力がかかったっていうのが本音でございます。そうですよね、本当にあの多くの方が支えられて、かつスポンサーもたくさんこう寄ってこられてっていうことで、本当にみんなでなんとか、そうですね、盛り上げたいっていうのが本心でございます。そうですよね、はい、ぜひそんな熱い思いも感じていただいて、このトライアスロン応援に、そしてできれば参加もしていただけるといいですね。お待ちしております。もう大成功お祈りしてます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜の主役は
一般社団法人福山トライアスロン協会コース部会長の三島敏弘さん、ゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組は法話物産カネソ22の提供でお送りしました。